吉田さん、お今日はこの前250万人突破したじゃん。はい、生配信で無事に突破しました。で、250万人突破して今後の映画チャンネルに関して大事なお知らせが3つあります。では早速1つ目お願いします。わかった。ジャキ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 ジャン、アイドルをプロデュース。アイドルっていうとその AKB とか乃木坂とか全然違う。俺がそんなの作っても絶対売れるわけないじゃん。そこは自覚してるんですね。そう、まあ、確かに難しいでしょうね。だから俺が作りたいのはバルーンアイドル。おお。あと地女。爆乳か地女。地女。やっぱり俺って言ったら爆乳じゃん。またそうですかね。そうですね、はいはい、爆乳を集めてアイドルを作ったら俺いいプロデューサーになると思うんだよね。まあ確かに爆乳への知識とか愛は半端ないですもんね。半端ないよ。まあそっちはまあ分かるとして、地女は何ですか。いや俺いつも思ってるんだよ、本当に地女っているのかなって。まあ確かに、まあ大人の DVD とかにはまあよく出てきますけども、はい、そうなんだよ。実際に会ったことはないですもんね。都市伝説じゃないのかなって。でも地女っていたら会いたいじゃん。会いたいですね。だから、そいつらを集めて、アイドルにしたいんだよ。すぐ会える、地上アイドルみたいな。そう。じゃあ、エガチャンネルで、それを募集するということですか。おお。で、この、爆乳アイドルと、地上アイドルを競わせて、あたおかたちに投票してもらうんだよ。おお。で、最終的に投票数が多かった方がデビューできる。なるほど。ストーリーがもう出来上がってますね。もう完璧に出来上がってるよ。じゃあ、 YouTube 版のこう視聴者参加型オーディションみたいな。そうだね。おお。じゃあ、なんかあれですか、こう目標とかあるんですか。デビューした後こういう風にしていきたいとか。紅白出場。でかい、夢がでかい。そう、曲とか歌ったりするってことですか。そうだね。踊ったりとか。そうだね。曲とかはどうします。だから、うん、俺の登場曲を作ってくれた人たちいるじゃん。あ、そいつらに頼むんだよ。お前だよ。お前に言ってんだよ。確かにすごいなんかいい曲作ってくれた人いっぱいいますし、その人たちにこの爆乳アイドルと地上アイドルの曲を作ってくださいって言ったら確かに作ってくれそうですね。くれるよ。詩はどうします。俺書いちゃおうか。そうですね。江頭さん書いた、ね、江頭さん書いた曲もやっぱ欲しいですよね。そうですね。そうしようか。ああ、そうしましょうよ。うん。これは募集してみて、まあ、応募が来るかどうか分かりませんが。来なかったら、その時はもうボツで行こう。そうですね。一応余白も残しながら、募集条件とかあります？おい、ブリーフだ。頼む。うん。爆乳部門は、うん、F カップ以上。本当は G って言いたいところなんだけど、F まで譲ったよ。胸と顔が分かる写真と、あと全身が分かる写真、それぞれを送っていただきたいなということですね。そうだね。そして地上部分は、これはもう我こそはという方が、お写真と地上エピソードを書いて
応募していただけたらなと、うん、いうことですね。そうだね。これあれですか、事務所に入ってるなんかプロの人とかいるじゃないですか、そういう人も OK にしますか。 OK、 プロアマ問わず。なるほど。それ概要欄に応募フォーム置いときますので、ぜひじゃあそこから応募いただければということですね。じゃあ二つ目、チキ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 、じゃん、TUT 開放しまーす。これはブリーフ団が説明するから。おい、ブリーフ団。うん。今ですね、新たな動画の形として、切れ抜き動画という長尺の動画を短く編集して気軽に見られるようにしたものがあるんですけど、エガチャンネルにも実はもう多数切り抜き動画をやらせてほしいという連絡をいただいてたんですけど、うん、今まではちょっと許可は出してなかったんですね。でも許可しなくても勝手に結構もう切り抜き動画をアップする人たちが結構いて、この状況はまあいかがなものかということで、勝手にアップするぐらいだったらチャンネルに正式に連絡をいただいて、正式に許可した人たちには解放することにいたしました。なので、エガチャンネルの切り抜き動画を始めたいという方は、概要欄から申請していただければと思います。また、今後未許可の動画は発見次第、そのチャンネルを削除申請いたしますので、ご了承ください。けど、編集一つで面白くもつまらなくもなるじゃん。そうですね。だから、編集して面白くしてほしいよね。まああのエガチャンネルを好きな人にやってもらいたいですね。そうですね、はい、今後許可してないのにまた勝手に上げてる人がいたらどうします。マジでぶっ飛ばす。そうですね、気をつけてください皆さん。では3つ目の最後のお知らせお願いします。わかりました。チキ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 、俺が1ヶ月ぐらい休んでる時、なんだかんだでみんなって動画を上げ続けて休んでないじゃん。その前も富士登山とかで、それが終わったら250万人突破の生配信とかずっとやってきたじゃん。で250万人やっと突破したから区切りがいいなと思って休むんだったら今だと思ったのね。だから遅めの夏休みお前ら取れ。ありがとうございます。期間は1週間ほど予定しております。その間はぜひ過去の動画を見ていただけたらと思います。この期間に爆乳と地上はどんどん応募してくれ。そうですね、あと切り抜きやってくれる方はまたそちらも連絡いただければと思います。そうだね。じゃあ爆乳地上待ってるからねー。